皆様こんにちはただいまご紹介賜りました宮城復興局の稲田でございます本日はこういう貴重なシンポジウムにお招きいただきましてどうもありがとうございます本来ならあの谷公一復興副大臣が参ってご挨拶したいということだったんですがあの所要のためまあお前行ってこいと いうことでございます、えー、先日はございますが、えー、一言ご挨拶させていただきたいと思います、えー、まずあの昨今あのマスコミでも出ておりますけれども本当にあの大震災からあ間もなく2年ということでございましてで特にあの宮城県はあの東北中をはじめ全国にもたらした被害のですね えー、まあ死亡者につきましても大規模な家屋の崩壊につきましても約三分の二をの被害が生じているというまあ大変な被害が生じているところでございます。えー、まあ特にあの亡くなられた方々に心より哀悼の意を表しますとともに被災された方々にお見舞いを申し上げる次第でございます。えー、その中で東北大学も被災地にありまして。 大変な被害を受けた施設の一つでございますが被災直後からですね各部署で独自のさまざまな取り組みを行っていただきまして特に被災直後の患者さんの受け入れだとかさまざまな地域の復興活動の取り組み大変ご尽力いただいたということで地域の方々からも えー、非常に感謝されていいる組織でございますその中で被災直後4月に東北大学の,この災害復興申請研究機構を設立されまして今いろいろお話頂戴しましたようにさまざまな取り組みを、まあ、始められたということで、えー、地域にとっても大変、えー、心強く励みになる取り組みじゃないかというふうに思っております。 ただまあ今、宮城県をはじめ被災地は復旧・復興のまあ真っ最中でございます。しかしながら、まだまだ遅いという声も多く聞こえるわけではございますがまあいずれにしても一日も早い被災地の復興、被災者の生活再建が重要だというふうに考えております。で、例えばまあがれき等につきましてはおおむね仮置き場に搬入されておりますし さまざまな公共施設等の応急復旧、まあ、これはおおむね終了して、これからまあ本格的な復興のフェーズかなというふうに思っております。しかし一方で、宮城県では約4万2千戸のまの仮設暮らしの方々、まあ、11万人近い人々が仮設でまだ生活されております。えー 復興庁復興局も昨年2月10日に発足しまして、1年余り経過しましたけれども、現在、谷副大臣,副大臣の下、宮城県産から被災自治体の皆様と,と一緒になって、復興を加速化するということ、それと具体的な復興の結果を出すということを命題に日々、業務に取り組んでいるところでございます。 で、この業務に取り組むまあ、具体的には特にまあ大きく、あの4つに分けられるかなと思って、えー、頑張っております。まず1つは住まいの確保。住宅の再建ということでございます。まあ、これはあの宮城の場合はあの北の方と南の方とちょっと地形は異なります。けれども、奥歯の高台移転等を考えておりまして、県内でえ。 185地区現在では計画されているようですがそのうちのほぼすべて約8 180地区ぐらいがですねもうすでにその計画が大臣同意を得ており今にでもすぐ計画を実行に移せる段階まで来てました、まあ、この一生懸命その同意を取ったり計画を作ったりから 工事の発注準備というのに相当時間がかかっていたわけですがあのいくつかかの市町ではもう土音が響き始めております、まあ、そういうのは後押しするように復興庁といたしましても県と一緒になってですね、えー、住宅再建の工程表というのを皆さんにお見せするということで、えー、つい先週ホームページに えー、載せて載せさせていただいているところでございます。また参考にしていただければと思います。からあのお住まいの再建と同時にですね、やはりあのう成り上が職業をいかに確保し再生していくかという、もう大変重要なことだと思っております。で、まあ大変な米どころであった宮城県ですが、農地、えー、ものすごい被害を受けましたけれども、特にあの宮城県さんの頑張りによりですね。 今年の春からは7割を超えるようなところがで作付けができるようになってくるというようなこともございますし水産業につきましては、えー、先ほど申しましたように、まあ、応急復旧はまあ進んでますんで、えー、水揚げも6割7割というふうに回復してきているというところでございます。またあの復興庁で持っております制度として、まあ、いろいろ産業の企業立地等の に向けた特区制度ございますがあの宮城さんからいち早くものづくり特区ということで申請いただき我々も認定させていただいておりますし、まあ、例えば仙台市さんでは農業特区というのをご申請いただいたり17のえいろんなアイデアの特区ご申請いただいてましてえ認定させていただいております、まあ、そういう中で何、えー、とかなりわいを確保していきたいと思っておりますし、まあ、我々としてもあの 宮城復興局独自に、えー、民間から幸いにも10名ほどあの職員で来てくださいましていろんなアイデアの中でですね特にあの水産業、水産加工業の振興ということで、えー、商工会議所さんと一緒になって石巻市と気仙沼で、まあ、あの地域産業の振興ということで結、えー、の場というのをやらさせていただいております。これはまああの地元の本当に えー、小企業ないし零細企業の,の経営力を強化するためにどちらかというと東京の大手の企業さんとあの技術レベル人材育成レベルでマッチングさせていただくという取り組みで、まあ、始まったばかりですけれどもまたあのそういう取り組みもやってるということで。 皆さんご関心いただきまた応援いただければありがたいと思います特に JST さんにはこういう中にも入っていただいて技術開発のところでも何か貢献できるようなとこあったらマッチングないしはご支援いただければと思っとる次第でございますそれからまあこういうのを支えるためにインフラの復旧復興というのが特に大事でございますが、まあ、あのライフラインをはじめ多くの施設について復旧復興 やっているところでございます、まあ、そういうのを含めまして、えー、復興交付金、まあ、使い勝手がいまいち良くないという評判もございますが、えー、ついこの間も、えー、昨日ですが、第5回目の、まあ、配分をさせていただくというようなこともやらさせていただいております。まあ、そういうのを使っていただいてです、ね、どんどんと復旧が進むことを願っております。 で四番目なんですが、これあの非常に難しい問題ですけども、やはりあの被災者の皆さんの心のケア、これあの阪神大震災の教訓も含めながらいかに取り組んでいくかっていうことを、これまああの行政だけでもなかなか難しいところもございます。国県被災自治体のみならずですね、あの NPO の方々といろんな方々の知恵とか力をお借りしながらなんとか。 進めていいきたいなとで特にまああの長期化仮設住宅での暮らしが長期化してしまうところないしは今度次の住みか作ってもですね仮設でやっと作ったコミュニティがまた新しく再構築ということもございますのでそういうコミュニティの再構築も含めたような取り組みっていうのに、まあ、あ協力していければと。 考えておりますでこの4つの具体的な取り組みをやるためにもやはりあのマンパワー不足と呼んでおりますけどもあの宮城県さんがいろいろとご苦労されて全国から、まあ、総務省と一緒になって、えー、応援の人たち、えー、各自治体に送り込んでいただいてるんですが、まあ、それだけでも足りないということで、まあ、つい今年からですが、まあ、根本副大臣のご指摘 ご指示のもと、国家公務員の OB とか、えー、青年海外協力隊であの、海外から協力して帰国されたような方々、そういう方々から、あのー、応募を募りましてですね、で、被災自治体のニーズと合うような方々は、えー、どんどんとあのご協力いただくということで、つい1月からこういうことをスタートさせていただいております。まあ、現在、えー 10名、えー、宮城復興局で、えー、採用から被災自体を派遣しておりますが、まあ、年度内にできれば20名を超えるように目指していきたいと年度内というのは、まあ、4月1日も含めてということでございますがでこの中にはですねやっぱりあの、えー、土木だとか建築に、えー、造形の深い方ないしはあの看護師とか、えー 精神療養士というような方々もおられましてですねいろんな面でサポートできるんじゃないかというふうに考えております。でこれからのこのように多くの問題課題に立ち向かうためやはりあの地域におきましてこの総合大学であります東北大学非常にあの 地域の皆様も我々も期待をしているところですし大きなまあ役割に担われているとで実際に例えばその町づくりをやる時の,あの津波のシミュレーション、まあえー、全て構造物では守れないということもございますのでうまく逃げるとじゃあどうやって逃げるんだと多重防御という考えを、えー、宮城県の場合は採用しておりまして第一番目の防波堤だけではまあ これは、ね、100年から200年程度のもの1000年に近いようなものはもううまく逃げようとそのために逃げる時間を稼ぐためにどういうふうに体重に守っていくかというようなことでいろいろとお世話になったりそれからあの被災直後先ほどもお話ありましたように、えー、医療の支援とかメンタルケアということで、えー、お世話になったりそれからあの文化財の保護等に向けて記録保存 何かの取り組みも大学でやっていただいただ今後に向けて大変貴重な取り組みがどんどん行われているということで改めて感謝の意を表しますとともに敬意を表したいと思います。で特にあの今回の東北大学災害復興申請研究機構8つものさまざまなプロジェクトが立ち上がってさまざまな活動をやっていただいていると。 いうことですで特にあの国内外の防災・減災の、まあ、拠点に向けてないしはその地域の医療復興に合わせたあーそういう医療システムの構築から地元中小企業等のを支えるイノベーションに向けた取り組みと、まあ、いろんなものがまた期待されていくわけでございます。えー、この 東北地方の発展に限らず、えー、大いに、えー、力を発揮していただくということを期待申し上げたいと思います、えー、最後になりますが、えー、この東北大学災害復興新生研究機構シンポジウムのみるいろ多い成功とともに 本日、お集まりの皆様方のご発展と、一日も早い被災地の復興を記念申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。どううもありがとうございました。